あ、歩いて。はい、どうも。お疲れ様です。何でございます。撮影日は2月1日かな。ちょっとすみません、呼びわかんない。手術を30日にやって2日が経ちました。実際30日の手術はもう23時ぐらいにこっち病室戻ってきたんで、もうね、実質終わったの昨日ぐらいの感覚ですね。あとまだ手術終わって1日経ったぐらいのちょっと感覚です。で、まだね、あちこち痛くて傷が動けないんですけど、もう本当は起き上がったりね、調子の人は立ったり、そういうもうリハビリをしなきゃいけないんですけど、私ちょっと思いのほかダメで、でもなんとか食べたいんで、今先生に頼んで重湯、もうねほぼスープ、これね、いただいてます。でもね、美味しい。この1週間ぐらい、本当に何も食べてなかったんで、何か、こう、飲料以外で、口の中に物が入るんで、物が食えるっていいですね。うん。なんとか食ってね、力つけて、リハビリしないと、トイレも行けないんで。まあ、今日ちゃんと見てないんですけど、手で、ね、自分の手で自分のその人工肛門、新たな肛門、ちょっと位置を確認しましたけど、やっぱりね、いざついてるのにこう実感するとなかなか複雑な心境ですね。今もね、傷が痛い、腹も痛いんだけど、お尻の肛門もね縫ってるんで、もちろんここにも傷があって、こうやって今これ角度つけて座ってるんですけど、かなり痛い撮影やめるって話なんでしょうかね。まあそんな感じで、またね、いくつか取りまとめて、取りためたら合体させてアップロードしようと思います。とりあえずとね、立つリハビリです。情けないね、立てないとかね、今ね、術後初めて立ちました。ちょっと痛い、傷がね、でかい傷じゃないらしいんですけど、痛むっぽい、中をいじったんで、傷口っていうよりはね、その中の臓物が本来の場所にない、だからね、痛いみたいですよ。ちょっとわかんないですけど、でも痛いのは痛い、でもね、早く立てて歩けるようにならないとトイレに行けないんですよね。でトイレに行けないと、このね、今これは上にあるこのオレンジのバッグは栄養剤ですけど、下の方にね、私の今おしっこを受け止めてくれてるバッグがあるんですけど、これもね、もう数日で
なくなっちゃうんで、なくなっちゃうってことはトイレに行かないとお漏らししちゃうんで、だから歩けないとダメなんですよ。だいつまでもね寝たきりでいいってわけにいかないんで、早くね立って歩いて自分でトイレ行けないとね。ゆっくりでいいんで、だから今日はね座って、今ベッド座ってますけど、こう立ったり座ったりのね、なんかスクワット的なものを、まあ、何回かやって、で今まだ朝の9時ですけど、朝練が終わったらね少し休憩して、でまた午後からねやりたいと思います。はい、撮影日は2月5日、月曜日朝のね6時3分ぐらいかなになります。はい、ちょうど入院から10日11日になるのかな、経って1月の25日に入院したんで、10日ちょっとが経って、で、30日に手術してるんで、まあ、術後、6日って感じですかね、っていう状況です。で今のねまだちょっと管とかついてます。おしっこの管と、あとこう血なのかな、なんかね脇っ腹からこういろいろ胃ランチを出してるのかな、なんかそんなのがついてて、これはちょうど明日が術後1週間ってことで、私の場合はそのタイミングで外れるということに、ね、なっています、今のところ。で30日、手術して30日の夜のね11時ぐらいに帰ってきたんですけど、病室にここにね。でもう翌日はねもう術明けて10時間も経ってないですからね、目が覚めてもただ激痛との戦いで何もできなかったですね。多分日中に手術、まあ私も朝9時から手術室入って終わったのが夜の11時なんで、なんで相当かかってるんですけど、まあ、これが例えば、夕方の4時5時ぐらいに終わってる人であれば、まあ多分そこから翌朝で12時間とか経つんで多少は動けんのかな、その翌日の午後ぐらいになって動けんのかな、わかんないですけど、私は全く動けなかったですね。で、その翌、いわゆる術後2日目ぐらいから、まあ、ちょっとずつこう状況が飲み込めてきたっていう感じですかね。どこが痛いのか、どこに傷らしきものが、ね、まだ怖くて触れないですしあるのかとか、あと12時間ぐらい同じ体勢で手術をしてたんで、もちろん全身麻酔私分かってませんけど、私の場合ね右肩が下になるような位置だったのかな、横向いて寝てるような体勢なのかちょっと分かんないんですけど、なので、ね、とにかく右肩が痛くて なんつうんですか、固まっちゃって、家でもあるじゃないですか、ずっと同じ体勢でこうね腕枕とか肘こう頬杖とかついてるとこの辺固まっちゃったりとかする人いると思いますけど、ああいう状態が右手に起きてしまったんで、起き上がるにしても何しても腹が傷まみれなんで、腹はちょっと腹筋使いづらいと、だからどうしても手の力でねこう起き上がって何かに捕まって起き上がりたいんですけど、その右手がね動かせなかったっていうのがあって、なので右手がこう固まっちゃって使えないっていうのがあったんで、術後2日目についてもほとんどね何もできませんでした。ただ痛いなっていう日々でしたね。でね、その後からでどうだったのかな、
左手はねおかげさまで使えてたん で意識もちゃんとあったんで、術後からねスマホでちょっと気になったことだけはパパパッとカレンダーに入れてたんですよね。で31話の先生の1日目のところまでで、術後3日目の2月2日ここでね初めて立ちました。なんとか立って、その後ね廊下一周もできるようになりました。ちょっとフラフラでしたけどね、フラフラっていうかそのこうしっかりね足取りしっかりって感じじゃないですね。本当とぼとぼ歩くような感じでしたけども、術後1、2、3、3日目で。なんとかね歩くことができましたね。でまあこれはその病院によってねなのかその患者さんの性別年齢とか、まあそのね、いろんな状況によってアドバイスの仕方が違うのかもしれないんですけど、私はね結構もうなんか初日から動けるようだったら頑張ってみてくださいとかってね、あの術後1日目っていうんですかなんですけども、とでもね、そう右手が使えないんで起き上がるに起き上がれないだ、とにかくこの術後の2日間動けなかった2日間はもうその固まった右手をひたすら動かす、だから自分でこう今こうやって動かせますけど動かせないので左手で持ってでこう動かすみたいな、本当にちょっとことは麻痺した人というのがねそんな感じ、本当まずこの右手からリハビリって感じでしたね。でねその後は食事もちょっとずつしながらやってったって感じですかね。まあその今度ね便もお尻からも出ませんから、ね、人工肛門出来上がりましたからそこにねからうんちも出るんですけど、それも最初のやつは看護師さんにしていただいて処理していただいてとか、まあそんなことねしながら、だから今日が、まあ、明日でちょうど術後1週間っていう格好なんですけども、今日はまあ6日目みたいな格好なんですが、まあ昨日あたりはねもう自分でもう一昨日ぐらいからやってるのか、その便もね自分で交換したりとか、あとその歩く距離を伸ばしてみたりやってる感じですかね。まあ、おかげさまでね お医者さんにもお願いして、食事はねこうおかゆとか、まあ、今おかゆあえておかゆですけどおかず類とかももうしっかりしたものをね出してもらうようにしていただいて、よく噛んで消化して咀嚼してねで食べてるんで、やっぱりね物を食うと力の出方が違いますよね。あとはこう頭も回るんで、次何をしたらこうね良さそうかな、体にいいかな、そのこう体を動かすために早くこう退院するために何ができるのかな、何ができそうかなとかいうのを、ね、考えることができる。やっぱり痛い辛いに任せて動かないでいると多分いつまでたってもそれができない、食事もうまく取れない感じになると思うので、ちょっとねこう頑張って、まあ、私とペース遅いのかもしれないですね、その右手がとにかく痛かったんで、ちょっと他の人よりも1日ぐらい遅れてんだろうなペースだと思って、結構自分の中ではね危機感もちょっとペース上げてやってるんですけどね、まあねおかげさまで今のとこは担当の先生から、ね、看護師の皆さんから、まあ、順調な方だと、まあ、ちょっとペースいいよっていうふうに言われてるんでね、まあ、どれぐらいなんでしょうか、まあ、当初入院後18日っていう、ね、18日ぐらいで18日ぐらいは最低かかりますよっていう言い方をしてたので、
25日に入院してから、今日でも約10日、11日経ってますけど、10日として、ね、もうプラス、8日なんで、来週の火曜日とかか、ぐらいに退院できるかな。ですね、もうちょっと早く退院できるのかな。ちょっとね、この今の状態、まあ、本当にね100点満点ではないんです。実はちょっとね1点だけ今先生に見てもらわなきゃいけないようなちょっと、事態も発生してるわ。そんなになんだろう、重いことじゃないと思うんですけど、ちょっとリンパの絡みがねあって、そこがね、どうなってるかっていうね、判断を日々もらいながら動いてるんですけど、そこだけですかね。ということでね、なので、直腸が、手術後、2日目。なんかこんな感じだという状況でした。はい、まあ、こっからはねそんなに、行動に大きな変化はないのかな。まあ、あとはね、その今人工肛門、腹に自分の腸がビャーって出ちゃってるんですよ。私もちょっと生々しくてちゃんと見れてないんですけどね、自分の体ながらね。だからこれがちゃんと直視できて、そこのね、ちゃんとこう、まあ、そこがこう外に体外に表出してるので、やっぱりこう汚れたりするんです。そこらうんちも出すんでね、そういうのをクリーニングとかこう、パーツの交換とか、そういうメンテナンスが自分でちゃんとできるようになってから、そういう部分についてもね、なんか動画に載せられればいいなと思ってますけどね。おそらくこれぐらい以内でのこうお話はこれぐらいで、もう次は次のシーンは退院前夜とか退院日とかっていうところに行くと思います。はい、